はい、こんにちは、マグジャンプロレデイ吉沢亮です。はい、ということでですね、はい、今回やっていくゲームはこちらのお絵かきバトル、はい、ってことでね、まあ2人どっちが絵がうまいかって話にはなってきますよ、この世の中。そうやね。得意ですか？めっちゃ得意。美術なんぼやった？美術665超越。大丈夫？そんなお前今からハードル上げちゃうことになるけど、自分の全然いいよ、そんくらい自信あるき。お前は美術なんぼやった？ん67超えすぎじゃないけどということでこれじゃあ負けた方は勝った方のケツ舐めるか。嫌だな。俺勝っても負けてもご褒美やった。気持ち悪い。どうしよう。じゃあ、うん、負けた方が、うん、一旦外で推しの名前を大声で叫ぶ。そんなんでいいじゃない。そんなんか、はい、じゃあやっていきましょうか。これじゃあ部屋作っていきますね。はい。じゃあ部屋の名前がディカプリオで。ディカプリオ。いける。あ、吉沢亮。待って、何お前、吉沢亮公式って名前ふざけすぎ。ふざけてない。お前大丈夫？いやいやいや、ないの。最近モテすぎてナポレオンってどういう意味も。そのまんまや。ちょっと待って、これ俺のアイコン豚なんやけど。おい、こいつはこのアプリちょっと訴えるわ、俺一旦。さっき自分これ豚っていじっちゃうよね、これ絶対。自分でアイコン決めるところあって。うわ、最悪。もうダメ。もう無理。じゃあちょっとやっていきますか。始めるには3人以上必要です。じゃあありがとうございました。バイバイ。はい。来た。え、ももかちゃん知ってる？知ってんの？知ってるよ。ごめんけどちょっと名前可愛いから、後で DM します。はい。いきますか。じゃあスタート。ちょっと俺あんまルールわかんねえけど、やってみますか。お題、飛行船。飛行船？これを書けってことかな、これ。じゃあ書きます。これ AI がなんか最終的に判断するらしいね。あ、なるほどね。じゃあ誰が一番前か。なるほどね。まあ任せてほしいな。俺飛行船に関しては美味しいから。美味しい。なるほど。はい。飛行船ってのはどんな、あ、分かった、こうや、こう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 、これ、うわわ、これ誰がどっからどう見ても飛行船や。困る。マジでそんなうまい？お前ちょっとごめんけど困るわ。これどうしようかな。これだってもうこれ飛行船ボンって出てきそうやもん、画面から。マジかよ。困るな。ちょっと部屋壊れるけど。そんなリアルな。オッケー。あ、評価するってことね。好きな絵に。まあこれはなんかあれ一番上なんか何これ。何これ一番上。これそれは俺やね。結果発表。お、どれおー、視聴者が勝った。はあ。おい、何この魚みてえなやつ。なんでこんなやつが勝つんは。いやいや、俺やろ絶対これ。いやいやいや、何お前、キノコやん、ただの。キノコじゃねえ、これどっからどう見ても飛行船じゃん。キノコでしょ。何あなたのは。これ風船で浮かばせません。そうなん。それなんかどっかの映画のやつじゃん。おじいちゃんが風船で飛んでいく。あれね。じゃん、それ。俺じゃん、これは絶対。いやいやいや、絶対視聴者が。なんでこんな魚みたいなやつが優勝するの？次行くか。次行こうか。お題、タクシー。自信あるわ、車。うわー、ちょっと任せてほしいな、タクシーは。あー、どんなやったっけな。こうよな。はいはい。うわ、俺これ勝ったわ。ちょっと待って。いやいや、絶対俺が勝つ。うわ、どっちやったっけ。うわどっちやったっかな、これ。どっちやったかって。ああやな、あ、そうや。でこうよな、こうでこうや。やばい、時間ない。どうすればいいんや。きた。これはどっからどう見てもタクシーやな。よし、完璧。これは完璧やな。勝った。勝ちました。うまくね。一番上お前、もしかして。いや違う。あ、でも空車っていうのいいね、これ。おお。いや、俺空車ってあるのタクシーっぽいけど空車やな。タクシーですって書くな、お前。おい。さあ、もう俺でしょ。お前かよ。いやいや、おかしいやろ。なんでお前が1位なんかよ。いや、タクシー要素ないや。なんでどこがタクシーなの？これって伊沢タクシーじゃない。バカか。東大クイズノックの伊沢拓司さんじゃなくて。は？じゃあだとしてもお前ら何を書いてるんですかって話。だとしてもなんだ、お前伊沢拓司にも似てねえ。え、伊沢拓司はこれどっからどう見ても。じゃあ第4戦いきましょうか、うん、はい、ネッシー。むずっ。ネッシーは簡単やろ、シンプルじゃねえ。でも、うん、はいはいはい、これやな。うわ、これはネッシーや。ネッシーってあれよね、あの未確認生物みたいな。そう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 。わ、これはネッシーやな。え、うまくね。俺ちょっと待って、うまいかもしれん。うん、 OK です。これは勝ちました。あ、ミスった。もうこれはネッシーっぽいわ、うん、これはちょっとハートあげれんな、上のやつは。結果発表。おー、なんで勝ちですね。あ、はい、さすがです。でもお前自分で「前子かっこいい」って書いちゃうじゃん。いやいや、ネッシーが一応け、あれは俺が一応わけだ。あれネッシーが一応け、そんなの知らんよ俺は。知るかって話。俺が一応、俺が自分で言うわけ。唐辛子。唐辛子、いや俺はちょっとこれ正直動画で何回も見てきてるんで。うわ、これダメ、ちょっと書き直そう全部。こうして、はい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 。いや俺勝った、これ絶対勝った。うまいわ。 OK、 よし、来ましたね。うえ、うまっ。誰、あのヘタの部分黒く塗りつぶした人、すげえ。これはさ、え、これかなあ。でもこれはまあ言うて1かな、あげれても。いやこれ絶対俺1。これは俺やな。なんでだよ、おい、なんでだよ。まあ俺はなんで。まあこれはパッと見誰でもわかるよ。いやわからん。え、でもやっぱ俺よな。ちょっとさ、しっかりして、もうちょっと。いやいや、めっちゃしっかりしちゃうや俺。いやいやいや、おかしいやろお前。踏切むずい。踏切俺いけるかもこれ。あ、俺これ勝ったな。めっちゃ今鮮明に思い出したの。こうですよね。でからのこれよな。これが大事。これ、これよ、これ。うわ、これはやべえわ。さすがに勝ったわ。いや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 、俺が勝つ。来た。うわ、これ勝ちや。ええあ、まあまあまあ、これ、この真ん中のやつは俺わかるわ、踏切っぽい。まあまあまあ、一つハート。おお、ももか。いや俺やろこれ。いやいや、あの矢印重要なこれ。続いてコンタクトレンズ。どう表現する。まあシンプルがゆえにこれはちょっともう俺あれ目指すわ。あのさ、平面の絵なのに、うん、物に見えるみたいな。それを60秒以内に指で描くと、うん、楽勝。できるんや。これやな、これ。こうや。うん。This is コンタクトレンズみたいな絵が描けたわ。なんじゃそれ。どうしようかなこれ。案件来るでこれ。コンタクトレンズから。これはどうしよう。コンタクトレンズ以外に何も。きたー。はい。おい。おい。え、やば。めっちゃうま。これはうまいな。これだ。すげえ。なんで五条悟描いたん。目綺麗やん。あ、あの人目ある。あるよ。俺目隠しとけ、目ないかと思って。あるよ。なんで目綺麗やったら五条さんを描く。いやでもこれ俺分かるやろ、コンタクトレンズって。ほら、まあ分かるっちゃ分かるよ ね。コンタクトレンズっていうお題がなしに人にこの絵見せます、うん、何ですかって言ったらもうこれコンタクトレンズ以外ないよね。じゃああと2回行こう、うん、シャワー。まあまあ簡単やなこれは。シャワーか、なるほど。はいはいはい、任してほしいな。もうこれは任してほしいな。はい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 。こうしてもうなんかさっきのコンタクトレンズで学んだわ。そのものだけじゃなくてものを使っちゃうところとかをね、うん、入れたらさらに分かりやすいね。怖いな、完璧。できました。うわ、はいはい。これどっからどう見てもシャワーやな。もうこれ水が出てきそうでさっきから怖いもん、画面から。よしよしよし、きた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 。これは勝ちやな。なんかさからずっと舞妓イケメンとかさ、舞妓かっこいいとかなんか書いてるやつある。いやいやいや、これ全部お前もしかして。いや俺じゃない。あー、まあいちいちかな。おお、なんで逆立ちなんやろ。あれお前一回逆立ちしてなかった動画で。してないけどさ、なんで俺がこれ1位じゃない。いやいや、これちょっとダメやわ。いやいや、えいえいね、うん、はいはい、任せてください。えいよね、あの毒針持っちゃうやつよね。うん、せいさんよな。お前俺書こうと思っちゃった。おいおい、え、待って、え、むずいかも。えい、こうや。はい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 。うわ、完璧すぎて困るこれ。はいはいはい、これは勝ちやな。これ勝った。なんかみんなうまいなっちゃう。ナイスとゼロって。うわー、これはまあ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 、いやこれだろうな多分。いやー、すごいな。まあ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 、これももかちゃん結構うまいね。うまいね。はいはい。じゃあ次ラストいきますか。うん、いや腹筋。え、これ自分の見るのあり？いやー、なしかな。なし。オッケー。腹筋割れちゃう？腹筋割れてますよ。お、はいはいはい。うわー、これ「ドラゴンボール」とか俺結構見ちゃったけさ、腹筋に関しては任せてほしいかも。なるほど。うん。きたー、腹斜筋も入れよう。うわ、これ完璧や。うわー、勝ったー。うわー、最後勝ちてえな。でもこれうまくね？え、俺勝ちやんこれ。みんなね、正直言うと下手。なんか一人ベイマックスおるし。はいはい、これは勝ちやな。俺ちょっと誰にも手に入れれんわ、こんな下手すぎて。いや、これお前うめえわ。はい、勝ちです。お前うめえわ、これは。はい、ありがとうございます。うまいうまいうまい。すいません。今回僕の勝ちでございます。そう、なんで下手すぎますよ。くっそ。ってことなんで、うん、はい、罰ゲームの方、推しの名前を外で叫ぶ。それ一人で取ってきてください。一人できつ。はい、一緒に乗ったら恥ずかしいし。一人できつ。まあまあまあ。だって、俺の名前隣で叫ばれて恥ずかしいしな。お前推しじゃねえ。ということで最後、ゆずひこの推しを叫ぶ映像でお別れしたいと思います。さようなら。俺は福留恵美が大好きなんだよ。